おか,しきかつおの特価チャンネル今回もすごいですね将来の世界チャンピオンと言われてるね、えー、武井選手の武井善樹選手のね、えーこ,の間のせえー、この間の試合を振り返りましょうこれフェニックスバトルにね現地で解説してますからね、えー、すごかったですねやはりやっぱ世界チャンピオンになる選手はもうこのリズムと感がやっぱり半端じゃないですねも,もちろん努力も半端じゃないしてるということなんで これかかなりり、えー、私も見ててすぐ分かりましたあこれ右で倒すよなっていうのは解説でも言ってたと思うんですけども相手が打ってきた時に、ね、まあ普通は打ってきたとこにバーンと打つんですけども飛び込んでの右フックをどんな形でもこの右フックは使えるということを証明したような試合でしたねこれ試合映像ね振り返りましょうかこれね河村慎吾選手もこれ日本ランカーですからね 今まで3連続 KO でね1ラウンドで、ね、来てましたけどもこれは A 級の選手ですからねうみんなわくわくして見てみましたね、まあ、私もいつこの右フックが当てるのかなっていう形で見てましたけどもとにかくやっぱりこのキックの経験からでしょうものすごいあの武井選手は落ち着いてますよねいつも、ね、リング上がってもまあ日本なんかだからそう簡単に1ラウンドではね倒せないでしょうけど。 おーね、ガードの上からストレートを打ちましたね、まあ、フック気味のストレートこれでか相手ちょっとフィールだみたいですねもう飛ばされてますもんねそれぐらいパンチ力があるってことですよねしなるようなね左フック打ちましたね右も左も強いってことですよねもうね、まあ、この辺でもう右狙ってるのは分かりましたよねしかしこれいきなり行くっては思,いは思わなかったな入ってきた時に打つのかなと思ったな しかしすごかったですね。もう本当一発ですよね。もう相手はこう右が下がってくるって分かったでしわあ、スコーンこれはすごい。もう真っすぐに倒れましたからね。河村選手もね、勇敢に戦ったんですけども、これはもう武井選手のパワーとこのスピードと当て感が半端じゃない、まさに井上チャンピオンのような感じですよね。相手がジャブを打ってくる瞬間に下がるって分かったんでしょうね。そのの瞬間を狙ってなのか。 そんな感じでしたね。こう近づいたら打ってくると思ったんですかね。もろ。いや、これは見事でしたね。この飛びけ、飛び込んでバーンといきなり打つのはね、あの。よく、今トレーナーの、八重樫元チャンピオンがね。一緒にこう練習させてるんですね。一瞬で行けっていう。まあ、もちろん武井選手のその関東。スピードパワーを。考慮、頭に入れた中での作戦でしょうからね。 普通の選手が言ったらこ逆にカウンター取られるという恐れがありますからいやーすごいなやっぱりこの,この右フックカウンター半端じゃないですねでストレートもいいし、まあ、左のフックも打てるし全部のこのパンチに、えー、威力があるというねこれは早く日本タイトルマッチ見たいな、まあ、日本チャンピオンももちろん強いでしょうけどもこれ武井選手分かんないな本本当に日本チャンンピオンに 次でも対戦しててななって世界いいうね声がかかかるんじゃないですかサウスポー苦手な世界チャンピオン結構いますんで世界にはサウスポーが少ないから対戦あのスパーリングパートナーがあんまりいないんですねで世界チャンピオンでもサウスポー苦手なが多いんでこれだけ上手いパンチのあるサウスポーの武井選手だったらおそらく世界チャンピオンも倒せるんじゃないですか 世界チャンピオンにも、ね、なれると思いますよ、年内でも。相手を選べばもね、サウスポー苦手な世界チャンピオンなんか4団体ありますから、狙えばいけるんじゃないですか。まあ、スーパーバンタムということで、えーまあ、まあ無敗の世界チャンピオンがね、揃ってますけども、まあ、一応、日本チャンピオン取って、世界ランカーとやって、まあ、段階はもちろん踏んだほうがいいとは思いますけども、まあ、将来は世界チャンピオンになるでしょう、おそらく。 まあ現地でねあのバ,レン元バレン君とねこれ話してたんですけども早いですよね、だから、これはもう早く終わるんじゃないかみたいにお互いそう思ってたと思いますけどもえまさに、あたかんの良さ一発のパワースピードいやー半端じゃないですね、これは本当にあっという間に世界チャンピオンになるんじゃないですか。 タイソンがねあのの飛び込みのフック得意でしたよねあんまりこのサウスポーで飛び込みのフックする選手はあんまり見たことないですけどねデイビスがねこの右フックで飛び込んでダウン取ったっていうねこれ相当なスピードの自信がないとできませんよねカウンターでバーン右もらったら逆に倒されますから、まあ、そういう意味でも、うん、勝負度胸もあるし、まあ、センスそしてパワースピード テククニック努力は全部が今揃ってますからおそらく世界チャンピオンになりますよねやはりこの天才的な感を持ってるっていうのはいくら早く飛び込むスタイルであっても倒れない箇所に当たってたんでは逆に頭が当たったら手も壊すし倒れない箇所だと次のパンチも打たなきゃいけない。ででも当て感がいいいから一発で倒せるという、ね これはもうボクシンングにとって勝負にととっってて番番必要なパターでですよね一番強い材料ですよね。が武井チャンピオンましてこの大橋ジムというねスーパーチャンピオンがいるそして強い才能のある選手がいっぱいねスカウトされてきてますからその中でもまれて育つということはこれ世界チャンピオンになる確率はもう大ですよね。 でまして世界の3階級も制覇した経験の持つ、えー、八重樫、ね、元チャンピオンが教えてるということでこれはもうすごい3階級制覇の財産を持ってますから同じようなクラスですからね武井チャンピオンとそこでその知識を与えその才能を持ってる彼にその知識を与えるということはものすごい大きい材料になりますよね。まして井上チャンンピオンとと、ね、手合わせできるという これ予想、ね、にはできない予想にはいないんですからそのウィンチャンピオンみたいなのがそういう選手とスパリングで対戦できて勉強できるということはものすごく世界チャンピオンに近づけるなれる材料ですよねもう完全にもう世界のレールが引かれてますよねその上に乗っかってちゃんと1戦2戦3戦4戦とこなしてきてますからこれはもうほぼ 1> 1 2年以内に世界チャンピオンになるんじゃないですか私はまあほぼ確実になると思いますよ私はも,もう彼の,あの1戦目見てからはあこれは世界チャンピオンになるなっていう当て感の予さを見てますからほぼ確実に世界チャンピオンになりますよね当て感というのはもうこの距離感とかね空間とかね相手の え動きを見ながら察知してサッサッサッとまあ井上チャンピオンがその察知うまいんですけどもそれと似たような感覚でサッサッサッと読み取るってあ,あこここう打ってきた時ここが下がるとっていうところで飛び込んでいか <laughs> これはもうやっぱり練習のたまもんですよね。才能あってその才能を生かすすごい練習してるからその才能がどん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 上がってきて当て感にその自信を持って当てれるというのは。 あもうやはり日頃から練習じゃないできてないとできませんよね。まあ、武井選手に足りないのかどうか分かりませんけども、おそらく打たれた時には脆いと思いますよね。あのもうまあまだ細いで細いんで、世界のパンチありながら、世界の体はまだ耐久力はないと思うんで、おそらく当てられたら倒れると思います。ただ、当てれるかどうか。 当当てててるる前に当てられてると思いますよねそれぐらい当て感がいいんで相手が打ってきた時とか隙ができたらスコーンと最初に当ててるんでまあそこは井上チャンピオンと一緒だと思いますよ、えーまあ、キック出身だかからガードとかは上手いですけどもまあもちろん当て,当,たって当てられて強いかはこれはまだもらってないんでしょうから分かりませんけどもおそらくこの自分の持ってるパワー と比べればフィジカルはまだまだ弱いと思いますねただ打たせないし早く倒,す倒しちゃうんで今のところ持ってると思いますこれフィジカル鍛えたらすごい選手になると思いますよ八重樫選手はフィジカルが強いですからねその教えながらねこれからまああと三年ぐらいかかるでしょうけども完璧になるまでは三年フィジカル鍛えたら相当強いですよこ,れこの選手もやっぱり何回きも制覇するチャンピオンになりますよこれはもう期待大ですねこれ楽しみにしてますよ竹井チャンピオン 다게 <목소리> 기전뽕이게치기짬이대요 <목소리> <목소리> <목소리>